そこまで一歩目を意識はしてないです、サード。おー、バーンって来ても距離があるんでまだ動けるので、その打球をケアする必要はあまり僕はない。今日は守備編、打球への入り方、ここまでは離さないです。ほう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 。左足ぐらいってことですか、じゃあ。おお。そもそもなんですけど、はい、打球来るまでどういう準備しますか。そもそも、はい、構えをポジションによって、はい、僕は分けてます。例えばサードやとどういう打球が来るかっていうと、速い打球、はい、パーンって来る打球を僕は一番最初にケアしてます。なので普通にこうやって立って守っちゃうと、パーンってそのスーッて張ってきた打球に対してやっぱり上から行きやすいし、はいはい、遅れやすいんで、僕はジャンプとかせずに、はい、これぐらいで待ってますね。もう地面につけて、はい、打ってから動くみたいな。そう、ジャンプしない理由は何なんですか。動きにくいっていうのが僕は体勢がってことですね、はい、で低くすることで速いゴロをケアすると、はい、っていうのと、別にそこまで一歩目を意識はしてないです、サードは。おお。一番ケアしたいのはさっきも言ったんですけど、こうパーンって来る打球なんで、その時にサードの場合は足よりもそういう打球に対しては手を動かしたいんで。じゃあ変にこう正面入ろうっていう、あ、しないっすね、はなくて、速い打球はもうグラブから先、はい、こうとかこうとか。おお。足から行こうとするとやっぱり遅れやすくなる。多分自然に体から一歩目って思いがちですけど、うん、サードの場合はちょっと違うと。そうですね。だからそのためにもハンドリングはやっぱり練習しなダメですけど、うんうんうん、僕はどっちかというとハンドリングが苦手ではないんで、足でこう止めに行くよりもちゃんとボールと距離取ってハンドリングで行った方がさばきやすいので。じゃあそれがサードの守り方。はい、全然登録よろしくね。じゃあ次ショート、二遊間。ショート一緒ですか。二遊間、二遊間の場合はじゃあ何がサードと違うかっていうと、守備範囲、距離が長い、サードよりも、はい。どっちかっていうと速い打球っていうのも、前後左右というか打球に対して動きやすいように一歩目切れるところで構えます。だから今度はこうやって一歩目切るよりも、まあ、走るのはこう走った方がいいんで、はい、この走る体勢に近いぐらいでこうやって構えますね。どっちでも動けるように、まあ、よくテニスのとか言うじゃないですか、はいはい、ああいう感じですけど。確かに鬼ごっこしてるときとかも低く構えないですもんね。じゃあやっぱ足を使う守備位置、はい、まずは足っていうところです、はい、速い打球であろうがボテボテであろうが足を使える距離があると。そうですね。じゃあ足使った方が絶対にメリットってことですね、ショートは。そうですね。まあサードもですけどね、言うたら速い打球に対してはそういう手やけど、はいはい、結局打球、弱い打球とか横に行った打球は足使って、で遠いからやっぱりこう、僕もボートを掘るときって三塁線の打球って結構ボート掘りやすいですよ、うん、足止まって使えなくなるから。こっちの打球はこうやって足使ってそのまま掘れるけど、こっち側の打球ってこうやって止まってこっからもう一回立ち直し、うん、長いじゃないですか、はい、ボート結構掘りやすいんですけど、そこは意識してます、足を使うのは。サードもただケア、最初にケアする打球が違う。でそれも二遊間でもう基本一緒、はい。
野球ワンチャンネル、チャンネル登録、高評価、よろしくね。めっちゃいいや。